サマソニー2024ナンバーアンダーラインアイがメインステージをオープニングファン必見のパフォーマンスサマソニー2024の楽しみ方ナンバーアンダーラインアイのオープニングアクトと他アーティストの見どころ夏の終わりが近づくとともに音楽フェスティバルの季節もやってくる今年のサマソニーは特に注目されていますなぜなら 人気急上昇中のナンバーアンダーラインアイがメインステージのオープニングアクトを務めるからです東京と大阪両日ともに彼らが登場するということでファンの期待も高まっています音楽グループナンバーアンダーラインアイはグループ活動に引っ張りだこでグループの活躍に期待が集まっているサマソニのタイムスケジュールが発表されると多くのファンからは喜びの声が上がりました東京も大阪も トッップバッターでで、の登場とということでファンたちは朝からエネルギッシュなスタートを切ることができるのですサマソニーに参加するファンたちは事前の準備が重要です屋内のコンサートとは異なり屋外のフェスティバルはさまざまな要素を考慮しなければなりません例えば水分補給や熱中症対策は欠かせませんフェスティバル会場内ではトイレの場所を事前に確認しておくことも重要です 混雑することが予想されるため、余裕を持った行動が求められます。特にナンバーアンダーラインアイのファンである i l イズにとっては、初めてのフェスティバル参加という方も多いでしょう。彼らが安心して楽しめるよう、しっかりと準備を整えて臨んでほしいです。サマソニのタイムテーブルが発表されたことで、ファンたちの期待感は一層高まりました。特に、 ナンバーアンダーライン愛がオープニングアクトを務めるというニュースは多くの人々にとって嬉しい驚きでした暑い中で待つよりもトップバッターとしてパフォーマンスを楽しむことができるのはファンにとっても非常にありがたいことですサマソニの詳細が明らかになると多くのファンが SNS で情報を共有し互いにエールを送り合っています大阪での初めてのフェス参加を予定している方々も多く ネッットで注意事項をチェックしている様子が伺えますフェスティバルの楽しみ方や注意点について学びながら期待に胸を膨らませていますオープニングアクトとして登場するナンバーアンダーラインアイは会場を一気に盛り上げること間違いなしです彼らのパフォーマンスは多くの観客にとって忘れられない思い出となることでしょうさらにサマソニでは今年も多くのアーティストが出演予定です ビーファもトリを務めることが決まり、大阪でのパフォーマンスが特に注目されています。初めてサマソニに参加するという方々も多く、楽しむ準備を進めている様子が SNS で見受けられます。フェスティバルの魅力は、ライブパフォーマンスだけでなく、会場全体の雰囲気や他の参加者との交流にもあります。今年のサマソニも、 多くの人々が一体となって音楽を楽しむ素晴らしいイベントとなることでしょうナンバーアンダーラインアイのファンである i l y ズの皆さんも彼らのパフォーマンスを心待ちにしています特にサマソニでのオープニングアクトという大役を務めることに対する期待は非常に高いです彼らが全力でパフォーマンスを披露する姿を見てファンたちは一層の応援を送ることでしょう サマソニのステージでの彼らの姿は、多くの人々にとって感動的な瞬間となることは間違いありません。また、フェスティバルの楽しみ方についても、多くのファンが情報を共有しています。水分補給や日焼け対策、体調管理の重要性など、フェスティバルを安全に楽しむためのアドバイスが飛び交っています。特に夏の暑さが厳しい中でのイベント参加は、体調管理が非常に重要です。 しっかりと準備を整え健康第一でフェスティバルを楽しむことが大切ですサマソニのステージではナンバーアンダーラインアイがトップバッターとして登場することが決まっています彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは会場全体を一気に盛り上げることでしょうファンたちはその瞬間を見逃さないようにと早めに会場に到着する計画を立てています特に混雑が予想されるため 余裕を持った行動が求められますサマソニの詳細が発表されると多くのファンが SNS で情報を共有し互いにエールを送り合っています初めてフェスティバルに参加するという方々も多く楽しむための準備を進めていますフェスティバルの楽しみ方や注意点について学びながら期待に胸を膨らませていますオープニングアクトとして登場するナンバーアンダーラインアイは 会場を一気に盛り上げること間違いなしです。彼らのパフォーマンスは、多くの観客にとって忘れられない思い出となることでしょう。フェスティバルの魅力は、ライブパフォーマンスだけでなく、会場全体の雰囲気や他の参加者との交流にもあります。今年のサマソにも、多くの人々が一体となって音楽を楽しむ素晴らしいイベントとなることでしょう。ナンバーアンダーライン愛のファンである i l イ s の皆さんも、 彼らのパフォーマンスを心待ちにしています。特に、サマソニでのオープニングアクトという大役を務めることに対する期待は非常に高いです。彼らが全力でパフォーマンスを披露する姿を見て、ファンたちは一層の応援を送ることでしょう。サマソニのステージでの彼らの姿は、多くの人々にとって感動的な瞬間となることは間違いありません。フェスティバルの楽しみ方についても、 多くのファンが情報を共有しています水分補給や日焼け対策、体調管理の重要性など、フェスティバルを安全に楽しむためのアドバイスが飛び交っています。特に夏の暑さが厳しい中でのイベント参加は、体調管理が非常に重要です。しっかりと準備を整え、健康第一でフェスティバルを楽しむことが大切です。サマソニのステージでは ナンバーアンダーラインアイがトップバッターとして登場することが決まっています彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは会場全体を一気に盛り上げることでしょうファンたちはその瞬間を見逃さないようにと早めに会場に到着する計画を立てています特に混雑が予想されるため余裕を持った行動が求められますサマソニーの詳細が発表されると 多くのファンが SNS で情報を共有し、互いにエールを送り合っています。初めてフェスティバルに参加するという方々も多く、楽しむための準備を進めています。フェスティバルの楽しみ方や注意点について学びながら、期待に胸を膨らませています。オープニングアクトとして登場するナンバーアンダーライン愛は、会場を一気に盛り上げること間違いなしです。彼らのパフォーマンスは、 多くの観客にとって忘れられない思い出となることでしょう。フェスティバルの魅力は、ライブパフォーマンスだけでなく、会場全体の雰囲気や他の参加者との交流にもあります。今年のサマソにも、多くの人々が一体となって音楽を楽しむ素晴らしいイベントとなることでしょう。ナンバーアンダーラインアイのファンである ILIZE の皆さんも、彼らのパフォーマンスを心待ちにしています。特に、 サマソニでのオープニングアクトという大役を務め、ルコトに対する期待は非常に高いです。彼らが全力でパフォーマンスを披露する姿を見て、ファンたちは一層の応援を送ることでしょう。サマソニのステージでの彼らの姿は、多くの人々にとって感動的な瞬間となることは間違いありません。フェスティバルの楽しみ方についても、多くのファンが情報を共有しています。 水分補給や日焼け対策、体調管理の重要性など、フェスティバルを安全に楽しむためのアドバイスが飛び交っています。特に夏の暑さが厳しい中でのイベント参加は、体調管理が非常に重要です。しっかりと準備を整え、健康第一でフェスティバルを楽しむことが大切です。サマソニのステージでは、ナンバーアンダーラインアイがトップバッターとして登場することが決まっています。 彼らのエネルギッシュなパフォーマンスは会場全体を一気に盛り上げることでしょう。ファンたちはその瞬間を見逃さないようにと早めに会場に到着する計画を立てています。特に混雑が予想されるため余裕を持った行動が求められます。